こんにちは。これからクリアスプライムを作っていきたいと思います。その前に道具の紹介をしていきたいと思います。まずは耐熱のガラスボールですね。砂を溶かすものと、あとは合わせて混ぜるものと2つあるとベストだと思います。大きい方のボールはニトリで買いましたが、だいたい1200円で購入することができます。次に砂を測るための計量スプーンになります。これとマドラーですね。砂を溶かすのに使ったり、あとは合わせた時に使うのに便利かと思って購入してきました。こちらキャンドゥに売ってて、両方とも108円でした。次はスライムを作るといえば洗濯のりですね。100均にも売ってるということでしたが、ドラッグストアで購入しています。あとは砂ですね。砂もドラッグストアに売ってました。だいたいこれだけ入って800円くらいで購入することができました。あとは砂を入れておくための保存容器になります。本当は蓋が閉まるものだといいんですけど、もともとうちにあったものを使いたいと思います。あとはスライムを入れるための保存容器になります。冷蔵庫なんかに入れとくときに蓋付きでこういうものがあると便利だと思います。